こんにちは、ディレクターの吉成です。今日はバッグの中身を紹介していきます。じゃあバッグを紹介していきます。まずこの大きい方が結構エコバッグ何個も持ってるんですけど、なんかこれは洋書とか売ってる本屋さんで買ったエコバッグです。なんかロゴが可愛いなと思って買いました。あとこのちっちゃい方が、ちょっと自分でやってるブランドのザンプで作ったちっちゃいバッグです。意外と中身は入ります。じゃあ早速バッグの中身を紹介お願いします。はい、はい、じゃあ大きい方から。はい、まず一回出します。はい、はい、ポーチ、もう一個ポーチ、それと筆記用具。筆記用具、筆記用具手帳系、うん、通勤時間に読む本。こっちの中もこんな感じです。こっちの中身がこれもちっちゃいポーチ、お財布と携帯、はい、と名刺入れです。はい、はい、じゃあちょっと1個ずつ説明してもらっていいですか。はい、ポーチ、こっちの大きい方にはなんかコスメじゃないのを入れてて、これはヘアオイルですね。サムオイル、なんか私がずっと通ってる美容室で出してるオイルです。なんかちょっとなんてハーブ系の匂いです。それとあとこの辺もなんか匂い系なんですけど、これがバイオレードっていうアルコール、アルコールジェルなんですけど、そう、なんか今マスクしてるし、これなんかジェル状になってて、で匂いもつくんですよね、ちょっと。なので消毒しながらちょっと匂いつく系のアイテムです。匂い系でいくつかあって、これはディプティックの、ちょっとメーカー読めないです、なんか種類は読めないんですけど、ディプティックのハンドクリーム、はい、これはバディのロールオン、なんか本当はアイオイルみたいなやつなんですけど、普通に指とかにも濡れちゃいます。ちょっと今香水つけるほどなんかマスクもしてるし、なんか手も洗ったりするから、割と手系で匂いを攻めてくるのが多いです。とこれも紙石鹸です。超いい匂いで、そう、なんか石鹸ない時とかこれ使ってます。とこれもなんか手に使ったり、なんか顔のちょっとした保湿にも使えるアルジタルってやつですね。これもなんかハーブ系のちょっと匂いのやつです、はい、がここには入ってます。のポーチいきます。ポーチはこれエルメスです。でちょっと先にこれは眉毛描くやつですね。なんて読むんだろう、トーンって読むらしい、はい、とあとなんかこれファンデーションっていうか、なんか下地フェイスクリームなんですけど、あんまりファンデを濃く塗らないので、もう本当にこれだけ塗ってます、いつも肌を。なんかでも日焼け止め入ってるんで、そう、これだけで大丈夫。初動もそんなにいっぱい塗らないので、なんかこのアニベンのちょっとベージュのなんかアイホール全体塗るやつと、これなんていうんだろう、韓国のやつだと思うんですけど、これもなんか際に塗るちょっと色が濃いやつ。あとまつげもあんまりマスカラとかしないので、透明なまつげ美容液だけ、はい、使ってます。そんな感じで、はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらもそれすごい気になります。これちっちゃいポーチの方に入れてるやつなので、もうこれ口リップだけです。おすすめは、おすすめぜひ、このアディクションのリップ今つけてるやつなんですけど、なんかつけるとマットになるので、あんまりマスクとかにつかないやつです。そう、とあとはもう本当にプレーのリップ、あとじゃあ
他のものはい、ぜひ。財布はマルジェラです。財布ちっちゃいのが気に入ってます、はい、でこれはもうちょっと中身見せる方じゃないんですけど、はい、あの筆記用具とか入ってるやつで、ね、はい、そう、そう使いやすいです、うん、なんかあのパリのヴィトンの財団の美術館かなんかの遊びた時に買ったやつで、でこの辺はなんかあの、うん、メモしたりするんですけど、なんか自分が行った美術館の展示とか映画のチラシとかを貼ってて、そう、まだこれ貼ってないんですけど、最近行ったやつ。へー、はい、やっぱ手帳は必須ですか？私結構そうアナログなので、はい、うん、こっちにもメモするんですけど、はい、こっちも使います。なるほど、それ気になりました。でこれは本です。うん、あの移動がちょっと奄美からで長いので、うん、音楽も聴くんですけど、うん、ちっちゃい大体文庫本を入れてます。うん、これは大体いつも持ち歩いてるんですか？これより少ない日も結構あります、うん、今日は結構フル装備で、はい、フル装備で、特にこの辺はフル装備でちょっと、うん、お気に入り持ってきました。はい、はい、ありがとうございます。こんにちは、バビロンプレスの畑中と申します。よろしくお願いします。じゃあ私が持ってる今日のバッグはエルメスのヴィンテージのバッグと、あのパソコンとかが入ってる仕事のバッグ、基本2つ持ちです。はい、じゃあ早速中を見せていただきましょうか。はい、はい、お願いします。はい、こんなパンパンに入ってます。はい、いつもパンパンです。はい、けど小さいバッグを持ちたがるんですよね。はい、はい、お財布、ハンカチ、携帯、ビーツのイヤホン、化粧ポーチ、除菌スプレー、ウルトラマン、おやつ、カエル、以上がバッグの中身です。いろいろ気になるものが入ってますね。はい、気になりますか？何か、はい、気にならないですか？子供の幸せですね、これは。はい、なんか紹介してみますか？お願いします。どれ？じゃあお財布、お財布、マルジェラ、これはなんかあのフィービーの頃のセリーヌの巾着を使ってます。はい、薄々、あ、じゃあもう出したんで、うん、今バビロンで取り扱っているジェム、ジェムですね。私これ今塗ってます。はい、すごい可愛い色。ハッカ油、ハッカ油、うん、あ、虫よけ、虫よけにもいいし、うん、なんか私ね、これマスクの中にちょっとこうファンってこうスプレーさせてあげて、シュッてマスクでこう、シュッ、はい、これは部長にいただいたリップです。はい、料理のイニシャル入れてもらいました。はい、これとあとリップ、はい、フィクションっていうね、これパッ、うん、あのパッケージすごい可愛くて買っちゃいました。こっちはこれがこれね、私の友達のまいちゃんっていう、ね、ショップサボイっていう、皆さん調べていただければ分かるんですけども、すっごいセンスのいい友達が作っているブランドでのトートバッグです。はい、すごい好きなんです。で、この中はあ、これがこのフィクションのハンドクリーム、うん、すごいいいんです。これあの線、コード、コード、コード、モバイルバッテリー、はい、名刺入れ、ここにもいましたね、マーシャル。で、パソコンケース、はい、なんかおしゃれなあれですね、デザイン。これ子供の、はい、はい、あのアート、アートですね、はい、落書きを、はい、表紙にしてます。はい、で、パソコン入ってま
シリーズがすごい好きで、結構セット買いして、だパソコン入れがもうこういう感じです。で、この中はなぜかシャボン玉が入ってます。でもこのシャボン玉かわいい。かわいいですよね、これね。だいたいこれをいつも持ち歩いてます。持ち歩いてますね、リアルに。この子たちは、日々変わります。入れられちゃうんですよね。そうですね。なんかね。で、あれはあれはとかって言って、ないよって言って、なぜか私もバッグに入れて、あったじゃんっていうのが日常です。そうですね。はい、映えなくてすいません。はい、とんでもないです。こんな感じで。はい。はい。ありがとうございます。はい。以上が、プレス畑中のバッグの中身でした。